はい、気になる男の81話のちょっとねパート2でございます。本当はね1話で終わるはずだったんだけども、後半を見ていくと一つの大きなキーワード、他人を変えることはできないっていうね言葉に行き着きました。これはまあ私がもともと出した言葉なんですけど もうこれ結論によってね、他人を変えることは全然楽勝でできるってことなんですよ。でこれはね、個人的に他人を変えることができなかった人が諦めの口実として、いや他人を変えることはできませんよって言ってるだけで、それはねその人の力量がないだけなんですよ。考えてみてくださいよ。今あなたがやっている仕事、趣味、活動ね、これ誰かの影響を受けてやってるでしょ。つまり自分は誰かによって変えられちゃったんですよ。教育によってなのか、友人関係によってなのか、幼い頃の経験なのかによりますけども、必ず自分は誰かによって変えられてきてるんですよね。でこの現実を見た時に、いや自分は何も変えられてませんって言える人はいないと思います。だって生まれた時は真っ白なわけですよ、ね、そこでいろんな食べるっていうこととかね、寝るっていうこととかね、着替えるってことを教わりながら、できない自分をできる自分に変えてきてるわけなんですよね。もっと言ったら、人間関係もうまくいかない時にどうやったらうまくいくだろうかっていうふうに自分で答えが出ない時は、他の人の例を参考にして自分を変えてきてるわけなんですよね。つまりは人間って自分を変え続けて変化させ続けて生きていることでもありますし、他人を変えながら生きていることでもあるんですよ。まあ、男女関係のことでもお話ししましたけども、男女が会うときってシンプルに出会い、それだけなんですよ。でもどちらかがどちらに好意を持った場合、どうやったら振り向いてもらえるだろうか、どうやったら自分のことを気にしてもらえるだろうかっていうふうに他者を変えることに一生懸命になってね、女性だったらちょっとファッション気にしてみたりとか、ちょっとねなんかこうサラダ取り分けましょうかみたいなね細やかなところ演出したりとかして、他人を変えよう変えようとしてるわけですよ。その結果うまくいったら変わるわけでしょ。あなんか気がつく子だな、ちょっとこの人と付き合ってみたいなって、人の心を変えることができたわけですよ。で男性からしても、どうやったらね自分がターゲットにした女の子にこう振り向いてもらえるか、自分の地位を高めてみたりとか、たまにおごってみたりとかね、おしゃれなデートを演出してみたりとか、なんとかその人の気持ちを変えようとして、でうまくいったらその人がどこにも向かっていなかった気持ちが自分に向かうっていう風に変えてくるわけですよ。だからね、他人を変えることは楽勝でできるんですよ。でその技を知らない人は、いや他人を変えることはできませんとかね、そんなの一部の人だけですとか言うんですよ。それは世の中の全てのことは全部一部の人でできてるわけですよ、ね、上場企業に勤めてる人も一部の人しかできません。生活保護に陥ってる人も一部の人しかやってません。全部が一部の人なんですよ。当たり前のことを言ってるんですよね。で当たり前のことがさもね、仕組みが分かったように、いやそんなの限られた人だけでしょとかいうね、この低レベルな会話に陥るわけですよ。これあえて言いますけど、これ低レベルすぎるんですよ。一部の人しかそれはできませんっていうのは当たり前じゃないかということなんで、それ今更言うことなのかって、そういうことを真面目な顔してね、30になっても40になっても50になっても口から出る人がいるんですよ。まあ、その時点でこの人は、あここでもう思考が止まってるんだなと思って飽きるしかないです。それはね、自分のレベルまで何とか引き上げようとして、その人を賢く見積もるよりも、あここで止まってるんだから、ほらそういうふうに対応してあげないとねと。3歳児に対して20歳とか30歳の知識と経験求めないでしょ。で3歳児は3歳児なんで、大丈夫でしかできてばちかって言うしかないんですよ、うん、よくやってできねえって言うしかないんですよ。でも3歳児のまんま20歳30になる人もいるんで、さ側は30だけども、それは中身は3歳だよねって思わないといけなくって、まあ、これはね、私は介護所13年間やってきて分かるんですけども、知的障害の子って3歳で止まっていて30とか40になってるんで、バカにするわけじゃないんだけども、でもいわゆる政治経済とかね、それから家計のこととか仕事職場のこととかっていうふうな、多くの方が30で悩むべきことをその人に話さないでしょ。いやそういう意味で言うと、格下に見ながら ある意味ね対応していかないと、その人には受け入れがたい情報とか対応を与えることになって、やっぱ壊してしまうんですよね、うん、だからこの人の力量はどのぐらいなのかなってことを見積もってあげて、その力量に応じたまあ活動でね、うん、許してあげるしかないのかなと思います。まあ、人間っていうのは対等な関係っていうのは誰一人存在しなくて、どっちかが常に上位に立ってるんですよ。対等の関係なんてのはないわけですよね、うん、ただ対等の関係に見えるとしたら、持ちつ持たれつってあるでしょ。何かの得意分野があって何かの不得意分野がある、その逆の得意分野と不得意分野を持ってる人が合致するとものすごく強い関係になって、それを陰で例えると、稼ぎは得意だよって人と稼ぎが下手だよって人が一緒になったらうまくいくわけなんですよ。でも稼ぎが下手なのに下手に稼ごうとすると、
稼いでる人の足引っ張って両方ともうまくいかなくなっちゃうわけなんですよね。だったら、あ、自分はお金稼ぎがちょっと苦手だなと思ったら、得意な人と関わることによって、まあ、おんぶに抱っこしていくっていうかね。あの、実はね、さっきね、 YouTube の立花孝さんの動画がアップロードされていて、そこをちょっと見たんですけども、生活保護になってよかったみたいな記事があるわけなんですよ。生活保護も才能です、無職も才能なんですよ。だって無職で自由で豊かに暮らしていける人って才能だと思いますよ。だって無理やり仕事をしてね、月収14万とかで死に気で働かないと自分の生命活動すら維持できない人がいる中でね、手取り14万お前が終わってんだよみたいなね、堀井さんの言葉も一瞬バズりましたけども、なんか稼げる肥料がない人がね、これで一生懸命稼いでるんだって意識を持ちたいがために不得意なことをやり続けるって結構ね、気の毒なことだし、でそういう人ってのは、あの、なんていうのかな、これはね、ちょっとね、あの、言いにくいことなんですけども、犯罪に近いことをやったりとか、非合法スレスレとかね、そういうことにも、あの、こうやらないと仕方がないじゃないですかね、手出しちゃうんですよね。で、精神的にも安定しないし、誰も喜ばれないし、自分はこんな仕事をしてますよっていうふうに公に言えなかったりとかね、家族に打ち上げられなかったりとか、子供に言えなかったりとか、子供が目指すような仕事じゃないよみたいなことを自分で認識したりとかするわけなんですよね。で、そういうふうな自分のやってることに対して自分の正義感がものすごくね、敵対してくることをやりながら、そこまでやる意義があるんですかってこともあるわけですよね。うん、まあ私のね、あの、また弟子の話になりますけども、これキャバクラにね、お勤めになってる方がいらっしゃって、この人30なんですけども、やっぱ旦那さんいるんですよ。で、旦那さんにね、キャバクラはやめろって言われてるんですけども、でもこれしかできないからって続けてるんですよ。で、30になってキャバクラのキャストさんっていうのは才能がほとんどない人なんですよ。ほとんどない人なんですけども、やっぱり時給2000円とかもらってると、やっぱね、いろんなお給料もらう中であんまり、そこが一番なんですよね。時給2000円ぐらいだとね、いや、時給2000円っていうとキャバクラのキャストさんでいうとちょっと最低な時給なんでね、やるべきではないだろうと思うんですよ。で、旦那さんからすると、他の、あの、男性とかに触れてるわけじゃないですかね、関わりを持ってるでしょ。でもその情報っていうのは一切入ってこないから、いろんなことを想像して、もう奥さんが帰ってくるのが気が悪しくなってくるわけなんですよね。で、そういった関係になることがわからないから、それもやっちゃうし、でもこれしかできないからっていう妙な理屈で続けてるんですよ。で、これしかできないことをやっていって、それもできなくなる人は、まあ、近いかなっていうところでね、あの、まあ、全ての原因は、まあ、自分の不見識であるってことになるわけなんですけどね。だから賢い人っていうのはその先読みができるんで、アドバイスをするんですけども、賢くない人はそのアドバイスが分かんないんで、敵対したりとか、たまに怒ったりするわけなんですよ。でも残念ながらもう黙るしかないなと、うん、これはもうその人の受け入れるべき人生なんだな、でもこの人の受け入れるべき人生を俺は担っていくのはバカバカしいなって思う時が、まあ、近づいているってことなんですよね。それでね、人を変えることができるかどうかってことなんですけども、人を変えることは全然できますし、多くの人は誰かによって変えられてここまで来てるんで、その事実が分かっていない人が人を変えることはできないとかね、考えてるかもしれませんし、人を変えるほどに自分の影響力を持たない人が、いや、人を変えることはできませんって言ってるかもしれませんけども、どちらにしてもこれは低レベルな議論と言わざるを得ないですよ。人を変えることは全然できるでしょうと。なんであなたはそういうふうな考え方になったんですか。あなたが誰の影響も受けずにそうなったんですか。そんなことないですよね。やっぱり誰かに影響を受けて、教育の結果、反骨精神を持って逆の方向に行くのか、それとも教育にべったり洗脳されてそうなるのか、ね、マスコミは世論を誘導してるって言いますけども、世論に誘導されるようなね、見識の浅い人はそうなるでしょうけども、マスコミが言ったことをちゃんと自分で分解して、これは違うよねって考えれる人、鵜呑みにしない人もいるわけなんですよ。むしろ私はね、人は賢いと思ってるんですよ。常に影響は受けるんだけども、その中で最良の選択をして、最大のリスクヘッジをして、一つの決断をするってことを繰り返してるというふうに、私は全ての人をね、尊重して高く見てるんですよ。でも残念ながらほとんどの人がその私の尊重した予測に反して、そうじゃない結果を出してくる。でも次はまた信じようと思いますね。なぜなら人を変えることはできると思ってるからなんですよ。そしてわざわざね、人を変えることができないと思っても、わざわざそれを次の瞬間に持ち込むことなく、次はなんとかなるんじゃないかなと思ったりとかね。でも人を変えることができた結果、その人は変わらない選択をしたというふうに考えることもできる、うん、やっぱりね、どちらかというと私は人をね、賢いんじゃないかなというふうに先入観で見ていくことはあるんですよ。まあ、その結果的にそのギャップに、ね、あの、違和感を感じることはあるんですけども、
まあ、自分のね、見る目がなかったかなとその時は思うばかりで、でも次の瞬間また信じますね、なんとかなるんじゃないかなと、少なくとも自分と同じレベルぐらいにはなるんじゃないかなと思いますよね。全てが自分が高みに立って思ってるわけではないんですけども、やっぱりこう自分のことを客観視すると、あ、俺はやっぱりね器用で優秀なんだなって思うしかないところが結構あるんですよ、うん、これは自分のことを客観的に見てね、いや自分はまだまだですよって言いますよ、言葉でまだまだなんだけど、それは自分の求めるところが高いところにあるからまだまだと言ってるだけで、うん、やっぱりね誰もが手にできないような、まあ、暮らしとか見識を持ってるんじゃなかろうかと思いますし、もちろん上を見ればキリがないんですけども、私は強い人間とは戦わない主義なんで、うん、あの私ねちょっとね別の言い方してね、あの趣味で麻雀やってたんですよ。で麻雀ってなんでやるかって勝つからなんですよ。だから負けそうな相手としか戦ってこなかったんですよ。だって強い相手と戦ってもキリがないでしょ。で強い相手をわざわざ探さないといけないんで、で強い相手と戦って負ければそこで一定のお金と時間を失うわけですよ。得がないじゃないですか、それはね。で自分が勝つべきなのは麻雀とかそういった一種の偏った競技ではなくて、人生に勝たないといけないんでね、人生に勝とうと思ったら、あのどうせ勝負しないといけない場面が現れるとしたらね、強いやつと戦って自分の高揚感をね満たすってのもありますけども、いやなんか挑んできてくれるのに弱い人間と戦うとは絶対いいですからね。そして勝ちを積み上げていって、これ以上やったら多分もう自分よりも弱い人は出てこないかなと思ったら引退するというね。一瞬ずるいように見えますけども、世間的に見たらずるいでしょうけども、自分の愛するべきものを守ろうとしたら、家族に対してはそれが正義ですよ。私がね、だから、まあ、麻雀の話から離れなくて申し訳ないんですけども、麻雀にいつまでもこだわり持ってて強い人間と戦いたいと思ったら家族を置き去りにすることになりますので、ね、でそれがいいんですかってことになると、家族にとっては大迷惑でしょ。私の個人的な趣味とか麻雀業界に対してはものすごくいい影響を与えれると思いますけども、私は公のために生きてるわけではなくて、ちっちゃな子を守るためにね、ちっちゃな家族を守るために途中から生きることになってますので、もうそれ以外のことはもう考えないように。これもだから言ってみれば、あの自分が他者によって変えられたこととも言えるんですよね、はい、じゃあ81話の後編は他人を変えることはできるかってことなんですけども、他人を変えることはできないよって言った方、あなたの力量が個人的にないだけですですんでね、一部の人しかできませんっていう言葉を言う人、あなたがそう思ってるだけですで、しかもそれは当たり前のことですから、と今更言葉に出す必要はないということですよね。世の中の全ての人はたった一部の人の集合体でできてますんで、今更言うことではありませんということです。じゃあその一部の人のどこの一億を担ってるのかってことでしょ。でしかもその一億ってのは変わることもあるわけですよ、うん、ある時は私はあの飲食店のオーナーとしてね、ほとんどの人が飲食店のオーナーなんてやらないでしょ。一部の人ですよ。倒産した会社の社長でもありますね。自分で倒産させたわけですけども、それも一部の人だけでしょ、うん、で上場企業の社員だったこともあります。それも一部の人だけと全部一部の人でできてるわけですよ。あの人間ってのはね、結局あのみんなが同じようにはなんないんですよね、うん、どんな人もその人にしかできないポジションでいるんですよ、うん、ただやらない方がいいポジションっていうのはありますよね。向いてないことが好きになっちゃうってことがあると思いますけども、早くそれに気づけるといいですね。逆に向いてないんだけども、あ、向いてるんだけども好きでもないことっていうのがあるわけですよ。そうなると大して気持ちが乗らないんだけども、なんかいつも結果が出ちゃうよねみたいなね、うん、それは私で例えると麻雀なんですよ、うん、だからの麻雀の能力が極めて高かったんで、しかも相手がね、さっき言ったように特に強い人を求めて戦ってたわけじゃなくて、自分の生活環境の中で私にかなう人がたまたまいなかったんで、たまたまいないまま引退したんですよね、うん、すごくいいと思いますよね、それがね、うん、だから最も効率的に時間を使って、これ以上無駄になるからっていうので、これからの暮らしとか今の暮らしをね考えた時に、うん、もうやるべきではないかなというところで、うん、まあ自分の心の中で引退していったということですね。はい、ということで人を変えることはできるんですということでございます。人を変えることができると思っている限りは人は変わるということですけども、人を変えることができないと思い込んでいる方は誰のことも変えられないまま、そのまま健やかにお過ごしくださいということが今回のメッセージです。それではいってらっしゃい。